どうもワインシュタイン藤藤です。ヨーロッパ旅行からやや半年ぶりですけれども動画を撮ってます。で今回はね、大阪の羽曳野市っていうところの駒ヶ谷っていうところに来てますけども、この河内ワインっていうのがね、僕知らなかったんですけども、大阪でもワインを作ってるということで今回急遽来させていただきました。でこれからすぐね、試飲とかワイナリー見学あるんで行きたいと思います。今話題のスポットへ、レッツゴーここが河内ワイナリーの受付の場所。だからもう飲むのも初めてですか、今日が。今日飲むの初めてです。そうですか。はい。もう使わなくなった廃材を再利用して、それを使って作ったものなんですね。廃材を利用したんや。今日はちょっと今ブドウの収穫をしていて、それを絞ったりちょっといろいろお茶とか。あ、なるほど。うん。ワインはほとんどもう終わってますので、収穫がすごく早いわけなんですね。なので、まあ、お盆以降ってもちろん食べても美味しいんですけど、ワインにしてもすごく美味しい。生の果実、ブドウの風味そのままを生かした感じの、非常にフレッシュで優しい味わいの辛口に仕上げております。日本の中のワイナリーさんではワインにしております。もちろん食べても美味しいブドウなんですけど、日本生まれのブドウですのでね、飲み心地はすごく軽い知っておりますかね。そうです、梅酒結構量多いですね。で漬け時間漬け込んで、まあ、もう瓶に詰めて出てくる感じですかね。歴史ある報道生産、手に入らないそうです。まあ手に入れへんねや。ミゼット、はい、ミゼットっていうね、トラコなんですよね。で、まず町ワインに就職したいですっていう人が来たら、はいはい、じゃあここ通ってください。あ、まず試験、第一試験、まあ、そう、第一関門。入社試験ちょっと結構でもちっちゃいな。背中つったりする方もいるんで、ちょっと待って、横向きじゃないといいですね。いけるかな。よし、あ、そこまで行ったらいける。肩出たらよし、よっしゃ、 OK。 僕は採用ですかよかった、第一次試験突破した。あそこ、ここか。多いな、こんな入るの。兵士と教授の人無理やな。なるほど。が、再利用の精神すごいですね。もう全部無駄なく。そうなんですよ。素晴らしいです。こう話になってたタンクがあったわけなんですよね。まあ、飲んでみたらとっても美味しい梅酒に変化してたと思うんですけど、さっき社長の名字が近藤って、はい、そうだ、お手洗いってあったんですけど、そうです、近藤って言うんですけど、福一って書いてるのは、まあ、初代社長の下の名前なんですけれども、ここはずっとね、家族経営でその息子がついでついでって来てるんですけど、みんなね、まあ、襲名制だったそうで、まあ、別の名前はあるんですが、本当に徳一と名乗ってたそうです。なんか歌舞伎みたいな世界ですね。秒数、秒数がここに刻まれてると。10周年で秒数こんな桁数ですもんや。逆にな、思った。新しいチャレンジで作ってみたワインたちはこれ、ちょっと今後の期待も込めて、ちょっとこんなブドウが入ったからこう作ってみたとか、なるほど。ブドウの葉っぱとブドウの色のブドウロード。シャルドネの畑なんですね。あ、シャルドネなんや。ブドウね。まだですけど、この収穫は。シャルドネの収穫は大体いつぐらいなんですか？9月の初め。じゃあまだもうちょっとですね。あ、雨よけ。こういう畑はこういうふうに。急
綺麗な色やな、うん、そうなんですよ、本当に透明に。じゃあまずはこのフラッグシップのデラウェアからいただきたいと思います。あ、もうちょっと上ね、これです。はい、めっちゃいい香りする。柑橘系の優しいグレープフルーツまでいかない。でもちょっと甘いですね、香りも。バランスがいい。あ、料理を引き立たせるような味わい。あ、そうですよね。これは寿司とかに合うんちゃうかな。出汁の効いた和食すごい合うんちゃうかな。確かに、そうです、そうです、うん、白出汁が効いてるような、確かに出汁巻きとか食べたくなってくる感じ。ポン酢もすごくね、合うんですよ。へー、ポン酢、なるほど、いやでもこのトマトにもめっちゃ合いそう。今見て思ったけど、めっちゃ赤い身の詰まったトマト、うん、メイドイン駒形に、いや、ここで買ったトマト、誰かが、誰かが、いやいや、このシャルドニの芯。じゃあ次はデラウェアではなくこのシャルドネ2021いただきたいと思います。このエチケットがもうめちゃくちゃ可愛いな、うん、レトロさもあり、うん、でも新しさもある。色めっちゃみずみずしいな。うん、全然どっちかっていうと、うん、やや薄いグリーンが入ってるかなっていうぐらいのお色です。いただきます。おお、めっちゃ香りいいですね。これもちょっと甘く煮た栗みたいな香りもあるし、ちょっと白いお花みたいな香りもする。いただきます。どうぞ。味わいでもピリッとまでいかないけど気持ちいい感ある。おいしい。何に合うかな、これ。これは何ですかね。お魚が食べたくなりますね。うん、そうですね。なるほど。あんまり強いものだとやっぱワインが負けちゃいそうな感じがするから、煮るか、煮るか、まあまあ、生かのお魚が良さそう。では3杯目はキエのオレンジワインいただきます。こちらはデラベアのオレンジワイン。色がさっきと全然違う。濃いな、同じデラウェアやのに全然違う。香りはでも最初のあのデラウェアはちょっとスイーティーな甘い香りはしてんけど、これは3分の中ではせえ甘い香りは、うん、せやな。甘さ飛んでるな。結構スモーキーじゃない。スモーキー、まあなんかその確かにブランデーとかそっち系の感じの香りはするかな。おー、なおドライ。これへー、うん、普通の白と違って深みがグッと増した感じかな。味わい深い。でもドライで軽さはそんな変われん。最後のスッと消える感じ。へー、だからやっぱここでも含めて食事の邪魔をしない感じですね。なるほど、うん、何に合いそう。なんか俺マグロの刺身食べてみたいな、これ。あー、うん、なんでちょっと鉄分を感じる。鉄分っぽい感じの感じはさ、うん、ちょっと刺し盛り注文していいっていう感じです。間に合うね、これは。焼きもいけるかな。焼きもいけると思う。うーん、塩醤油でも下手しいきんちゃうかな。醤油焼きみたいな、ちょっとそういう醸造感も感じる、うん、する。またなんか違う香りが。めっちゃリンゴでもあり、うん、ちょっとなんか桃っぽいジューシーな甘い香りもする。いい香り。いただきます。うん、でも今4種類目やけど、今までで一番味もちょっと甘さを感じる。でも後味はすごいドライやけど、うん、で美味しいで美味しい。いやいや、そのなどういう言語か、言語かな、難しい。でもこれは意外と、まあ、お魚はもちろん合うと思うけど、お野菜とかお鍋とかも合いそう。お鍋、お野菜、うん、うん、おちょっとやっぱロゼって、うん、なんか私のイメージはオレンジは結構スモーキーさが出て、ロゼはちょっと青い感じも出るようなイメージがあって、うんうんうん、そういうおネギの炊いたやつとか青い感じのに馴染みそう。ロゼみたいな髪の色して。ねえ。
ですね、うん、5杯目の新マスカットベリー 100% です。正直マスカットベリー僕あんまり好みじゃないんですよ、さっき言っとくと、はい、なんか甘い香りがしてでも味全然甘くないし、うん、ちょっと水っぽいやつが多いなっていう印象があって、でこれはそこまでジャム感はないけど、まあ、いちごっぽい香りはあって、まあ、色はめっちゃ綺麗、アセロラというか、うん、味が気になりますね。おめっちゃ綺麗ですね。で余韻もなんかちゃんとあるって言い方あれやけど、なんか心地いい感じで割と僕の中では美味しいんじゃないかなってベリエっていうのでなんかちょっともうええわって思ってたんやけど、あこういうのもあんねやっていう発見になりました今日。しかもこれ大阪で作られてるベリエってことで、もうちょっと広がってほしいですね、この日本産のブドウマスカットベリエ。いやでも美味しいです。でもとにかく綺麗ですね作りが、うん、割とね素直な感じな、うん、酸が結構強いやつが僕のやつはめっちゃ多くて、うんうん、でもこれは、うん、酸がそんなにどぎついっていうか、うん、そこまでってなるような感じじゃないから、うん、ちょうどいい酸というか、うん、はい、美味しいと思います。これ7杯目、これ6杯目、これ6杯目かマジで数字分からんのできた。これ待って、絶対分かんのにな。2019ベンテージ。多分しばらく出てこへんから。うん。まあ一旦保留で。うん。まあとりあえず味わいを教えてください。いただきます。美味しい。なんか香りはさっきも言ったみたいにピーマン粉もあればネギとか、ちょっとなんか辛い。ハラペーニョみたいな感じもちょっとあんねんけど、スパイシーな感じね。あれかな、なんかキュッキュッってなるインゲン、あインゲン豆、インゲン豆みたいな青い感じもあって、いろんなお野菜の香りがする。で味は意外とタンニンみたいなのあんま感じなくて、まあ、多少あるけど、でもどっちかっていうといい感じの酸味っていう感じでめっちゃ美味しい。いや軽いんや。うん、まあ、色も確かにめっちゃ透き通った赤やもんな、うん、ピーマンの肉詰めやな。ピーマンの肉詰めで決まり、絶対に絶対に、うん、色は認めない。うん、まあ肉じゃがとかもいいと思うけど、お肉は絶対あった方がいい。なるほど、お肉と緑、お肉と緑ね。今回はせっかくなのでスペシャルテイスティングサングラスいただきます。スペシャルテイスティング1杯目ソーヴィニョンブランいただきます。2022年ね、ヴィンテージ、うん、色はこんな感じです。おお、ちょっとソーヴィニョンブラン好きとしては、うん、でもそんなにめちゃくちゃ違うっていう感じもしなくもないかなっていう、うん、柔らかいでもちょっとまったりとした感じはする。まあでも柑橘系のでも優しいねんな、そんなにこうツンツル感じじゃなくて優しいグレープフルーツ系の香り。おお、ちょっと複雑です。ちょっと待って、なんかこう事前情報ではソーヴィニョンブランっぽくないブランですよっていうのを受けての今試飲をしております。いやでも確かに違う。へえ、いろんな柑橘系の果物のニュアンスが混ざっててちょっと複雑。うーん、まあグレープフルーツ感もあるし、うん、キウイっぽい感じもあるし、あと何やろう、でもトロピカルな香りやね基本的には。なんか南アフリカのやつかなみたいな、ちょっと勘違いするような、うん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 、でもみずみずしいし、でも水っぽいシャバシャバっていう感じじゃない、味もしっかりある。でもやっぱ後味がやっぱこのカーチワインさんは総じてすっきり、うん、全てにおいて、それ結構大事にしてるんですよね。多分それがしつこくない感じ、心地よい、やっぱ料理を邪魔しないっていうのが掃除ですごい色として出てる感じがします。うーん、いやうまい、これちょっと飲んでみて。で私も、うん、いただきます。ソーヴィニョンブラン、ソーヴィニョンブラン味なんですよね。なんかお茶あるな。いいとこついてません。お茶やな、これめっちゃ和風ですね。これ和風って言ってた意味がすっごいわかる。いやでも美味しい。これはタイの昆布締めと合わせたいな。タイの昆布締め
いや、これは美味しい。2杯目は特一シャルドネ。これが、これはキラル熟成でしたっけ。そうですね。では、はい、いただきます。どう、シャルドネ好きの。シャルドネ好きなんです結構パクリ分かれてて、私はシャルドネが好き、彼はソービニョブランが好き。はい、白はそうです。本当に日本でできたんですかっていうぐらいいい樽熟のシャルドネの香りがしてます。へー。甘さと香ばしさとトースト香がこう混じってるのを例えるとメロンパンみたいな。おなるほど、メロンパンみたいな。でもフレッシュさもやっぱあるから、うん、メロンパンやな。メロンパン、うん、いただきます。まろやか。まろやか、うん、これお料理に合わせるとしたら何やろう。クリームソース系も合いそうやし、クリーム系絶対合いますよね。ちょっと後味カスタードもあるし。結構じゃあタル効いてる、ガッツリ効いてる感じ。でもガッツリでもないのよな。そのなんかアメリカとかみたいな、うん、こうもう弾けるようなメチカチカするぐらいのタルとかそういうわけではなくてどんなタルコやったメチカチカするタルコってやばいやつ入ってる、ね、めっちゃメロンパンやねんな。そうなんや。いや、そう思ったら多分そうなってくんねやろな、聞いてしまったら。うん、でもタルの香りがすごい心地よい。で、この特一とさっきの飲ましまったシーノシャルドネの大きな違いっていうのは何でしたっけ。樽熟成の期間があるかないかっていう。なるほど、美味しい。飲んでみて。ではラスト3本目、キエリザーブのメルドー2018ヴィンテージ、18ヶ月こだわり熟成をしたメルドーみたいです。色はやっぱこうさっきのメルドー比べてはこう結構黒みがかったです、ね、うん、あの熟成感あるね、熟成されてる感じ。ああ、うん、青々しい香りも強くなってる。やっぱあの香りもパープル、うん、おお、まあメルドーのやっぱこう個性でもある青々しいっていう感じ、うん、でもあんねんけどやっぱり綺麗なような、うーん、なんかそれもやっぱ後味そこまで残れへん。これこそピーマンの肉詰めちゃうの。へー、さっきのメルドーとどう違う。まず酸味、あとは深さ、味わい深さかな、うん、うん、が結構違う。うーん、味の、まあ、簡単に言ったら味の濃さ、厚みが違う。もうビッグはだいぶあのメルドー、最初に進出したメルドーはすごいあっさりで、うん、綺麗な透き通った味やったんやけど、まあ、これがこのグッとこう水深が深くなった感じやね。うーん、さっきのメルドーがなんか水深10メートルやったらこれが多分50メートルぐらいっていう感じ。うーん、でも最終的にこうなんか着地点は一緒というか、酔いの長さが変わらないってこと。酔いの長さは変わるけどスッとこう後味が引く感じは一緒やねん。そんなに大きく違いはない。うーん、ずっとここになんかこう後味が残り続けるっていう感じやねん。でも余韻はあんねん。うーん、熟成さんに多分うまいです。リザーブ、さすがプライベートリザーブ綺麗7杯目スイートロゼ、カベルネフランの甘口ワイン。めっちゃ香りはもう梅酒もそうやし、もう梅そのものの香りがめっちゃする、うん、なんか梅酒の甘ったるいリキュールだけの香りじゃなくて梅の匂いがする。梅の匂い、うん、あの梅 の、 そのちょっと気を生えた梅そのもの、青梅の香りがする。梅自体をこう持って匂いを嗅いでる感じ。美味しい。え、これいくらするんですか。安っ、やばいっすねこれ。ちょっと出たんすよこれ。 G20 に出てるやつですよね。首脳陣の気持ちが飲んでちょっとハイデン首相大統領の感じで飲んで。そんなモノマネできひん。え、モノマネしようしようだ言ってるけどハイデン、ハイデン大統領バイデン、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 ハイデン違うわ。誰か分かれへん。ハイデン誰や。いや、めっちゃ美味しいこれ。じゃあ岸田総理のモノマネしながら。無理やった、価値全部むずい。あ、そっか、トランプやってもうなくなった。早っ。以上終わり。以上終わり。ワインの感想以上終わりです。梅酒の試飲はこの、これエビス福梅っていうんですか。エビス福梅。試飲梅酒3種類をいただきます。まずこのエビス福梅というシンプルなやつと、この大黒福梅、この沖縄やったかなの黒糖を使った梅酒と、このビシャモン福梅はちょっと分かんないです。説明聞いてないんで。なんかでも一番男性が好きな感じの味らしいです。
ではまず恵比寿福梅からいただきます。いやほんまにこの梅の香りがやっぱりこうすごい生の梅っていう感じの香り。うん。でこの特徴が12度ほどのアルコール度数だからストレートでも飲めると、大概なんか濃いし甘すぎるけどそのまんまのでも飲める、甘いけどそんなに甘さもしつこくなくて飲みやすい、ね、梅の香りもすごいいいわ、美味しいです。いや次大黒福梅、ちょっとねさっきよりも色は濃いめです。だいぶ黒糖が入ってるのね。あ香りはでもさっきのはすごいフレッシュやってんけど今回はそこまでフレッシュな香りはしない、梅の香りはやっぱちょっとこう熟されたというか、黒糖が入ってる分そういう感じするのかな。おお、なるほど、そうきましたか。ちょっともうキャラメルっぽい感じもする、だから黒糖が入ってる分。でもやっぱりこれも甘いけどしつこくない、後味すっきりです。では最後毘沙門福梅、これマジでなんか説明は聞いてへんけど明らかに違う、色はねもう琥珀色やね、うん、で香りは正直まあほんまザ梅酒って感じ。他の2つは黒糖っぽいとかフレッシュな梅の香りでしたけど、これはフレッシュさもなければなんかもうほんまに普通の梅酒っていう香りだけで言えば、ああ一番酸味きついねんけどこの酸味がめっちゃいい。だからソーダで割ってくださいって言ってた言ってた。いや確かにソーダで割ったらめっちゃうまそう。ナスのこうクエン酸で筋肉の疲れが取れそうな感じ。うん、せやね、もう夏はぴったり、うん、だから運動会の見ながら飲むとかね、子供の運動会飲むとか。運動してへんね。え運動してへんけど外で見てる分暑いやん、こう写真撮りながら動画撮りながら暑いから、うん、塩分取らなあかんからっていうのにめっちゃぴったり。個人的にはもうで圧倒的これが一番好き。これ酸味結構好きやねんけど、酸がめっちゃいい感じ、ツーンと最初くんねんけどまではいかん感じやな。いやこれほんまにうまい、夏場にぴったりこの酸味。確かに絶対これは、うん、え、いいんですか、教えて。赤ワインって言われて、何の赤ワインで割るんですかこれ。ベリーエベリーエで割るんや。え、3プラス3撮影してるのね。じゃあこれをね、やってます。ちょいとこれ入れるでしょ、うん、まあ、ちょいとが満杯こっち、C レベルであんねんけどなんか撮影用にやってるかも。あさあ飲んでみよう。いいんですか。いいんですか。じゃあいただきます。うまい。どんな感じなの。マスカットベリー単体やったらもうまあ美味しいんだけど、あっさりはそのまま厚みがあるよね。香りはでもそんな変われへん、うん、あーこの酸味がええわ。マジでもう夏にぴったりこれマジで。いやちょっとこれ秘伝のレシピやな、教えたくないこの河内ワインのベリエとこの毘沙門福梅のこれどっち割りって言ったらええの、毘沙門福梅のベリエ割りかな、が個人的にはすごい騙されたと思って一度やってほしい。今もどっちも買わなあかんやん。そうなってまうな、あの人めっちゃ商売上手やなしてやられました。してやられましたね。はい、もう参りました。今日試飲した16種類飲ませていただきました。河内ワインさん素晴らしいです。最高でした。河内ワインのネグさんですまたは河内のアンミカ、河内のアンミカさあというわけで河内ワイン館ツアー今終わりました。結局1時間半ぐらいの予定やったけども3時間半ぐらいいちゃいました。はい、で結局17種類14かな、うん、飲ませていただいて結果はすごい良かったです、うん、大阪でこんな美味しいワイン作れるんだっていうね、日々勉強やね、うん、学びやね、うん、で今回その17種類飲ませてもらったうちで何が一番印象に残ったかっていうマイフェイバリットワインを発表していきたいと思います。いやまず僕はねやっぱあの特一っていうシャルドネ、樽効かせたシャルドネが一番美味しかったですね。であれで3000円前半安い、あれは価値があります、う
その辺の下手 なんかカリフォルニアの樽効いたシャルドネ買うよりも美味しいと思う、俺は個人的にはね。じゃあ宇佐美お願いします。私のフェイバリットワインは、はい、メルローのリゼルブ。メルローのリゼルブ、はい、やっぱりね、まあピーマンコーもしっかりやったんやけど、もう滑らか、とにかく。あー、確かに。なおかつ、日当たりがね、そう、いろんな青い野菜の中でもいろんななんか味を感じれて、うん、例えばまあインゲンもそうやし、うん、なんかピーマンもそうやし、ハラベーもそうやし、いろんな青い香りを感じつつ、かつ滑らか、タンニン美しい感じで、すごい良かったです。はい、まあ結局メルローは買えへんかったけれども、まあ、3本ぐらいね、うん、買わせていただいて、うん、でそれを発送していただいて、うん、まあ、後日飲むという感じで、うん、まあその動画もどっかで撮ろうかなと思ってます、うん、はい、で結局あいにくね雨が降ってきて、うんうん、一応最初のところの看板に戻ってきてんけども、ちょっと撮りづらい感じやね。まあ話題のスポット河内ワイン館、お気軽に、はい、お気軽に、ぜひ皆さんもお気軽にどうぞあの河内のアンミカも待ってらっしゃると思うので、うん、ぜひ皆さん遊びに行ってください。ワインシュタインでした。ワインシュタインでした。